今日魚さん真面目にやってんねん。殺すか。新たな使い殺すか。多すぎんかこれ。あまりにも。開始。ミュート解除の感じですか？ミュート解除。はいはいはい。なんか、そう、右に全然人来なくて珍しいなと思って。右にあんまいなかったっすね。いや、俺が、ナビゲーション行くまで誰とも会わなかったから、すごっ。アドミンにいっぱいいたかな？アドミンにいっぱいいた。僕もいました。めっちゃ珍しいな。センターが一足先にアドミンに行ってたのは確認してます。センターあると、はたすこすなざめがいましたね。現です。リアクター直したのは現とクロスさんかな。そうです。早かったね。早かった。途中で終わっちゃいましたもんね。確かに。まあ、怪しい人は特にいなかったかな。なんか砂亀さんが、アドミン出て上を回ってったんですよね、多分ね。最初なんかメドベイでしょ、敵ルあるかなと思ってメドベイにチラ見してきました。あ、だからちょっと遅かったんですね。ああ、そうですね。でメドベイ行ってアッパーエンジン着いたぐらいでクロスさんとしかすれ違ったのかなぐらいな感じで、その2人が直したのか、ゲンさんとクロスさん、だからまあクロスさん本当に直したんだろうなっていう位置でした。まあまあ特にサコさんもリアクター側でタスクをやってるのは見てます。はい、そうですね。まあ、特にいいことないかな。まあ、ちょっと一応一個言うと、あのリアクター鳴ってる最中はアドミンでちょっとマップを見てたんですけど、あの本当右側にいたのってウェポンで誰か一人とアドミンにいた私一人の計二人しかいなくて、他全員左側の方にいてました。すごいよね。そう、すごいね。近くの人入ってたもんね。なかなかない。うん、そう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 。いや、この人数、そう、この人数いってるんだったら別に問題ないだろうと思ったのと、一応死体見とかない、あの、発生してるパターンがやっぱ大きいから、初手キルからのリアクターだったら、右側にあるかなと思って見たんだけど、なかった。うん。はい。了解です。怪しい動きしてる人はないですね。見てないです。最後、セキュリティも見てましたけど、特に怪しい動きの人は、見当たんなかったですね。うん、了解です。すんなりって感じ。あれ、あれ、あら、実投票。あれですか。絶対、あら、実投票、絶対実投票だ。よくわかった。なんでわかった。誰ですか。あら、誰ですかって、なんだそれ。さんがちょっとピカクロスわかんないけど、停電したタイミングでセンタンがエレクトリカルから出てきて、ゲンさんが、うん、配電盤の前にいたんですけど、はい、どん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 電気を消していくので怪しいと思って押しました。なるほど。あ、本当に動機ずれだと思います。私も直そうとしました。どういうあれだった、邪魔のされ方は。
僕が着いたタイミングでもうゲンさん着いてたんですけど、はい、配電盤開いた瞬間に勢いよく消えていくんですよ全部。僕何もサワサしてないんですけど最初勢いよくどんどん消えていくので、うん、勢いよくどんどんつけていってつけ終わった後に僕勢いよく出ていきました。なるほど、うん、はい、なんで旗底ですいません。あとアダミン見ててナビゲーションに1あったの確認したんでちょっと心配で見に行ったんですけど、シールドあたりでピカクロスさんとすれ違って、あ、もう停電してますその状態で、シールドの時ぐらいに停電してピカクロスさんと交差したのは確認しているので結構直前なんじゃないかなって思って、砂ザメです、時系列的に私は、シールドからナビゲーションに上がる時に畑迫くんとすれ違いました。で私ナビゲーションでピカクロスさんと一緒になったんですよね、うん、で私よりも先にピカクロスさんが出たので一応その畑迫くんの時系列は合うかな。あの、はい、質問です。ウェポンにいた人っていました？停電直ったぐらい、停電になった時竹尾ウェポンにいました。おー、いるんだ。クロス先生、いいですか、アドミン最後まで、アドミン最後まで見てたんですけどシールド、ナビゲーション O2 すべてあの人が入ったんですけど全部動いてたんで死んでるところは。ごめん、ミュートになっちゃってるけど俺コミュニケーションの前の通りでピカクロスとすれ違ってその後シールドで畑底さん見てるから俺が多分最初目撃だと思う。あ、じゃあもうその後か。ストレージ方面に向かったってことですか？ストレージ方面に向かってる、うん、なんでナビゲーションで砂溜めになった後に、ナビゲーションからピカクロスさんが出ました。で途中畑迫くんとすれ違った後高田健さんとすれ違ってストレージに行ったっていう、アルト視点だと、停電したタイミングでエレクトリカルに入らずに出ていった先端が怪しいのとパチパチ消してる原産が怪しいのでこの2色だと僕は思ってます。何どっちかにはいそうだね。うん、倒すか。ケンジ3票も入るのか。てか、まあいいや。からさまスキルよ、ちょっと。しまくってんのかこれ、誰も直しに行かないぞ。畑迫さんがコミュニケーションの直すところの前で死んでいて、まず俺の目線の容疑者ではない人を言いますね。先端が絶対違う、あの畑迫さんの仕組みができない、カフェテレンズといったので。それは先端高田さんも、カフェテリアにいたのを確認していて、僕はウェポンでやってて、そこを、アルトさんが通りかかったのを見かけて、なのでその3人はやってるのはやってないとは思います。で高田さん目線で多分砂ザメが近くにいたはずなんで、そうそう砂ザメもいたんで大丈夫だと思う。砂ザメもやってないと思う。ということは竹尾さんとゲンさんと魚さんが容疑者に、僕視点からの話しますね。下降りていきました一番最初。コミュニケーションに一番最初に畑迫さん入っていきました。後ろゲンさんついてきてました。怖かったので私はシールドからそのまま一回上まで逃げました。そう、アルトさん私すれ違ってないですよ。私最終地点、僕の後ろゲンさんいたのは確認してるし、ゲンさん一回入っていってのも見てるのでもうゲンさんしかないです。クロスさんが殺して上に逃げたような、はいはいはい、クロスさんに伝えたいんですが、僕はウェポンでクロスさんが通ってくるのを確認していて、ウェポンタスクをずっとやっていたので、はい、あ、それは聞きました。そうだから僕も犯行はほぼ不可能で、アルトさんも下から、上からか、ナビゲーションの方とか O2 の方からウェポンに来てるので僕とすれ違っていないことは、ウェポンまで行けばよかったのか。じゃあ、僕は多分違うと思っていて、多分まあゲンさんがほぼ確定かなと思って。マジか、私 O2 までいたんですけど誰も見られてないんです、ね、100% この長さ的に絶対やってるだろうなって思って行きたくなかったんで、俺はねやられてると思ったから行ったって感じです。僕ゲンさんが見えたので容疑者に当てられたくなかったので普通に逃げました。高田さんが一瞬行こうとしてたのか、ピクッてまた戻ってたので一応竹尾さんが見えてないんですよ、この電車から左に、うわ、マジか、早っ十字路で待ってたんですけど、誰も来ませんでした。原始点の話を誰も聞いてくれないのか、つらっ。まあ、ハイリスク入りたいのかな。はい。
一応容疑かかってたっぽいんで押しました、はいはい、最初の話ですよ、うん、それは僕しか見てないので、なんだっけ、なんか入って出たから怪しいみたいな言ってた。違う違う、停電したタイミングでエレクトリカルに出てきて戻ってきてないでしょ。センター俺見てないんだよ、あの配電盤直した後。あ、俺が最後に見てる。いた、高田さんが証明してくれるんですね。ストレージにいるよ、それは見てる。俺センターストレージにいるんでしょ。いや、エレクトリカルに入ってで、エレクトリカルから停電の時に出てきてるんですよ。先端がヒロワーの方に行くのを見てるんですよ。違う違う違う、あれ通り過ぎちゃっただけだよ。入ってない入ってない。いや、最終の区切り位置は多分俺が絶対見てると思う。あ、最終の絶対ストレージの方にいたってことですよね。ストレージの中にいた。だから、停電になってるにもかかわらずエレクトリカルから出てきてるワーに行ったんじゃないかって話でしょ。そう、僕視点はそういう風に動きに見えてるので。違うよ、怪しんでるっていう話ですね。違うよとしか言えないな。普通にストレージから通り過ぎちゃってロアに戻ったって形だから。なるほど、うん、それじゃあ出てきたように見えてんだけどな。じゃあ何のメリットがあるっすじゃあ仮にだから僕がここに来るっていうのを殺せたってこと。そう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 、でゲンさんがパチパチやってっからって感じだね。ああ。そうそうそう。まあ、ゲンさんは僕の中でだから完全に黒なんですよ。うん、で、センターは、ちょっと黒いぐらいです。うん、まあ、でも、高田さんの最終目撃的に、多分、ピカクロスさんはストレージからの付近ってことですよね、多分死んでるのは。多分死んでるのは、ストレージコミュニケーション間の通路だと思われます、多分。アドミン最後まで目撃してたんですけど、シールドとか全部動いてたんで。いや、そこいやじゃないと思うよ。もっと多分ストレージ寄りだと思う。より、もうほっと入っちゃってるから、うん、もっとエレクトリカルの方に。下手したらロアエンジンあたりの通路だと思う。いや、そこら辺まで行ってる可能性は。ドア閉められたよね。閉められた、閉められた。あの時には中にはいなかったはず、左上の方には。ピカクロさんがナビゲーション出たタイミング的にそのくらいまで行けたはず。だとすると、それって原産じゃない、基本先端原産落とせばインポスター絶対落ちると思ってるからって感じですね、僕は。やばすぎる。あれ配電盤カチカチやってたのか。黄緑、ピンク、黒、死んでないね。死んでない。まあ、ゲンさんで落ちてんのかなってことか。なんかどうします？リアクターが結構頻繁になるんだったら、なんか当番制とかにします？いやー、決めるのは。現実的じゃなそうだね。それすると、選ばれるからね。その誰を殺すべきかみたいな。ボタンとかのあれで。パキオアウト1個のってタスク終わるんで、それ終わったら左行きますよ。あ、結構ね、そう、タスク終わる量が結構多いと思うから、割と、もう空いてる人はリアクターとかなってるところをそう優先的に直しに行ってほしい。タスク終わった人はリアクター結構重点的に。なんかその辺を限定的にさせるのはちょっとあれかなって思うんです。まあ、直すのは、なんとなくでいいんじゃない、タスク、まだ結構あるよっていう人は、まあ、優先してタスク終わらせていただいた方がいいかなっていう感じですね。了解です。まあ多分こうやってリアクター行くって言ってて、だから多分大通なりまくる。まあでもそれはそれで右のタスクをやってる人が直せばいいかなっていう感じで。まあ、だから了解了解。駆け引きやな、そこ。そうそう、謎の駆け引きが始まってるのか今。始まってる。まあでも一路落ちてる感じかな、今の下上がってないのは。多分。これピカクロス襲撃もハタツコ襲撃もゲンさんがやってると思います？容疑者位置ではあるんで、うん、一応
やってそう。やってそうかな。本当に直前だとしたら、多分原産エレクトリカルに最初いたのであれば怪しいんじゃないですか。多分ストレージから、正直ストレージとロアエンジンの通路だと思ってるんで、私は位置的に。まあ、でそこら辺で殺して、停電にして、パチ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 ひたすら送らせてたとかかな。アルトさん、ロア側から僕入ってきて、死体なかったし、なかったなかったなかった。じゃあストレージかな。アルトさんさ、ストレージ閉まったタイミングって、停電直って、た直後にもうボタン押し行った。うん、停電直して速攻ボタン押しに行きました。閉じ込められた？閉じ込められてない。に済んだ。抜けたのか、うん、それとも抜けた。抜けれたと思う。パシューンって音は聞こえたけど抜けてった。多分それがエレクトリカル行った時の最初のやつですよね。多分。魚はアルトさんとクロスさんは白だと思ってます。なんか今日魚さん真面目にやってんね。殺すか。新たな使い殺すか。でしょうか。あ、エレクトリカルの前で死んでいた。エレクトリカル前。高田さん上から来ましたよね。いや、俺下から行っていて。下からか。魚がエレクトリカルに入っていっていたのを俺が見てる。確認してる。リアクター、そう。リアクターに向かってる最中、俺全く魚と同じように動いてて、魚がそのままエレクトリカルに入って奥まで多分行ってると思うんだけど、入り口で死んでたからタスクやって出てきたタイミングで多分殺されてると思うから。なるほど。最後の方にリアクターを下から行った人間が多分めちゃくちゃ怪しい。タケオがね、リアクター直る直前ぐらいにそこら辺通ってる。治る直前ってことは、行ってる方向ってこと？右から左ってこと？アドミンから、アドミン行ってタスク1個終わらせてから、ストレージ、ロアエンジン、で、十字路のところで、みんなに会った感じだから、まあ、一番、そこの時は死体がなかったから。魚さんはリアクターそもそも来てたの？いや、魚はリアクター行ってない。行ってない。だから僕多分リアクターに来る直前で殺してそのままリアクターに合流してきたから、下から来た人は怪しいんじゃないかなって。クロスさん上からだよね。僕とアルトさんは上から行ってっていう形でした、ね。ナザメさんは右にそのまま行ったんですか？私ずっと右ですね。それ、うん、センターとスナザメさんがウェポン方向に、ね、助かりに行ったのは確認してるんで、それは証明できます。多分センターさんが竹尾さん高だったかなっていう。ああ、なるほど。スノザメさん、センターとどの辺ぐらいまで一緒だったんですか？ウェポンでセンターさんがチュンチュンやってるのを見て、それを見届けてナビゲーションに私が行きました。で、ナビゲーションからウェポン戻ったらセンターさんはすでにいませんでした。なのでどこ行ったかは分かんなくて、どこ行ったか正直分かんない。センターの行動履歴はどんな感じなの？ウェポンでチュンチュンやって、上のタスクやって、そこからカフェテリア行って、アドミン方向行こうとしたらなったって感じだね。アドミン方向行ってほしたなった。うん、あれリアクター倒したの？そう、リアクター組洗った方がいいんじゃない？アルト、高田、クロスです。あ、じゃあこれこの3人絶対ないと思うな。ないと思います。ない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 。多分そうか、だから余ってる3人で、その後閉じ込められたからね。
竹雄さんナイス。よっしゃよっしゃ。もう絶対右で死んでると思ったから、僕と竹雄さん右に行ったんですよね、リアクターになって。あのカメラでね、見えたから。あ、見えてたんだ。そう。あはんはんはん。高田さんか、センター。え、あれと竹雄は白照明できてる感じ？あ、できる。うん、ずっと左にいたからね。撃ったんで。これ、じゃあセンターに。え、まあ、俺が、うん、高田さんかセンターなんで、もうこの二人はお互いに入れ合うと思う。んだから、昨日のさ、リアクターに最終的にいたのが、クロスさんとアルトさんと高田さんってことだよね。で、アルトさんとクロスさんが上から来たってことだよね。あ、じゃああれじゃない、竹雄が一見さ、死体見てないってことでしょ。あの、昨日のタイミングリアクター側に下から向かってた時に死体見てないよね。見てないって言ってるね。で、高田さんはその時リアクターにいたから、そう。でもできないんだけど、セルフリポート以外はできないってことじゃない。だから、その、俺がやる場合って、多分、その後にエレクトリカル方面に一番最後に歩いていって殺して そこセルフレポートだね。俺がやれる。そう、そうなるけど、でもね、高田さん閉まったじゃんか。閉まった。それが、まあ、魚さんのタスク量によるけど。かな？俺の後。俺視点だと高田さんやりづらいって思っちゃうんだよな。あと、自分がやりづらい理由がもう一個あって、竹雄さん、まあ、アルツさんに伝わるか分からないけど、竹雄さんには伝わると思うけど、竹雄さんが後ろから、うん、俺がもし、インポスターだったら、竹雄さんが後ろから多分、一緒にロバが降りてるはずだから、そこでキルは多分、俺は取れないと思う、俺がインポスターだったら。うん、確かにね。見えてるから、ほぼ一緒に降りてるから。うん、そう。だから、高田さん難しいんじゃないかなって、やっぱ思っちゃうんだよな。僕、砂溜さんが右にある程度いたことを証明してくれてるけど、もういないからな。それぐらいしかないからな。今回も確か砂溜さんリアクターには来てないから。そうだね。右に行ってんだよね、絶対ね。そう。お見事でーす。いやー、申し訳ない、センターさん。いや、ごめん。ちょっと、連携できなかった。いや、稼がなきゃダメだ、これは。私が。いや、でも、センターさん、すごかった。いや、すさまじい。あと一歩で、あと一歩で、やべえってなってた。ワンチャン、ワンチャンだったもん。ワンチャンあった。すごかった。やった。いや、あのリアクターの2連続の使い方、完璧だったなとか思いながら見てました。全部、ゲンさんがやってくれました。そうね。ボタン押あの抜けようとするタイミングで綺麗にドアが閉められるからその後また絶対左になるよなっては思ってたんで、いやもう右に絶対行かせないマンだったから、徐々に対策され始めててやりながらも怖かったですいやあてかそっか あれだアルトさんたちと一緒に向かって圧かければよかったな、キルクールタイムそうそう上がるぞみたいな感じでそれがしかなかったか、最後絶対見に行かれると思ったんだよないやでもここまで持っていけただけでもはい素晴らしいと思います、皆さん。うん、あれ、高田さんの死体ってはどこだったの？結局、エレクトリカルなんですよ。で、アルトさんはちょっと発見できなかったっぽかったんですけど、私、エレクトリカルに入った時に、アルトさんが出ていく時にすれ違って、センターさんとゲンさんが残っていて、ゲンさんにやられたんですね。そうですね。そう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 。アルトさんが言ってることはもう 100% 合ってた。そうそう、合ってたんです。アルトさんの動きがね、白かったし、うまかったな。そうだね。じゃあ、最後の方のリアクターの直し方、まあ、アルトさんかなり白かったしね。アルトさんと竹雄さん、もうずっと左おられたんで。なるって分かってたから、とりあえずさっさと止めて。こうなるとね、チャージタイムが稼げないの、なかなかインポスターがとしてはつらいものがあります。やっぱり。まあ、とはいえ、やっぱり右にね。右のタスクをやらせないのがやっぱり前提で、今回初手左の方が多かったっていうのもあって、余計リアクターの方がいいかなと思って、僕めちゃめちゃタスク残ってましたからねいやマジワンミスしたらもうボコボコされるんだよな、インポスターマジで取り返しがつかんマジでやっぱあれ出てきてたんですか、エレクトリック。いや本当に出てない。あ、出てないんだ。じゃあ本当に見間違いなんだ、うん、と思うけど、どうだったかな。あ、じゃあセンターさん、あのウェポン終わってから中断してメドベイ行ってベントからでエレクトリカルに行ったっていう感じだったのかな。いや、ベントはほぼ使ってないですね。あ、使ってない。後半は怖くすぎて。
私とすれ違った後すぐウェポンからカフェテリアストレージエレクトリカルって言ったのかってことは。ゲンさん消してました電気。いやもうアトさん停電直しに来るの早すぎですよ。もうちょっと言ってくださいいやほんまに。しかも直したって思って殺そうと思ったらもういねえし。